ビューです。投打のヒーロー、お二人に来ていただきました。まず投のヒーローです。6月6日以来の7勝目を挙げました山田投手です。おめでとうございました。ありがとうございます。この1勝はどんな1勝ですか？いや、非常に嬉しいです。はい、6月6日以来、なかなか勝ち星が上がらずに、まあ、どんなことを考えて過ごしてきたんでしょうか？もう野手の皆さんにも、首脳陣の皆さんにも、ファンの皆さんにも、もう大変迷惑をかけていたので、今日はもう何が何でも勝つという気持ちで上がりました。今日1点取られましたが、その後しっかりよく粘りましたね。そうですね、はい、粘り強く投げられてよかったなと思います。昨日一緒に頑張ってきた岩崎投手が初完封、お互いどんな存在ですか？いや、非常に刺激になりました。はい、やっぱ岩崎が勝ったんで僕も負けてられないと思っても、はい、がむしゃらに投げました。今日の一勝というのは新しいこう再スタートという、そんな印象はありますか？そうですね、後半戦も始まったので今日の一勝はこれから後半戦に向けてのいいスタートになったかなと思います。はい、1日早いんですが明日誕生日ですよね？そうですね、でも今日は森福さんの誕生日なので、ウィニングボールは森福さんに渡したいと思います。おめでとうございました。山田投手でした。さあ、それからもう一人お招きしましょう。打のヒーロー川崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。3回の同点打はどんな気持ちで打席に入ったんですか？どんな気持ち、はい、もうやるだけですよ、はい、僕はチェスト痛い、ただそれだけなんで、もう絶対今日はチェスト行ってやろうと、はい、絶対打ってやろうと思いました。わかりました。はい、あそこはみんなで取った点だというコメントが途中ありましたが、はい、ありました。はい、まあ、そんな気持ちで点につなげたと。はい、で7回に追加得点ありましたよね？はい、ありました。はい、あそこうまくセンター前に弾き返したバッティングだったんですが、はい、カブレラ敬遠されたんで、はい、向こうは僕と勝負したい、僕はチェスト痛い、向こうの気持ちと僕の気持ちと合いましたね。両思いでした。ありがとうございました。首位対決があと2戦ありますので、はい、やはり気合をここで入れ直して、いきますか？はい、そうですね、日本ハムは本当に強いチームです。今日やってても最後の最後まで本当に気が抜けない、そういうチームとこういう試合ができるってことは本当にハッピーです。それをみんなの前で見てもらうことが僕らの仕事なんで、また明日からもみんな楽しんでください。はい、じゃあいつもの一言お願いします。はい、それではいつものように一言お願いします。ありがとうございます。すいません、皆さん今日はありがとうございました。僕らはですね、福岡に来て12年目になるんですよ。鹿児島から出てきて12年前、鹿児島から出てきたばっかりの時はちょっとホームシックに変わりまして、やっぱり都会じゃないですか。そしてね、プロの世界も本当に厳しくてなかなか思う通りいかないと、そういう時期がありました。その時に鹿児島の父ちゃんに電話したらですね、父ちゃんが胸乗り、チェスト決まれと、歯を食いしばってチェスト決まらんかと言われました。今年で12年目です。チェスト、歯を食いしばり続けて12年目、今日みんなで一緒にチェスト行ってもらっていいですか？ありがとうございます。じゃあ1、2、3、チェスト、せーの、ダダを短めに、いいですか？わかりました。じゃあ皆さん立ってください。ありがとうございます。皆さん立ったからには腹から声を出す以上に魂から声を出す、魂の声を聞きたい、みんなのチェスト、準備はいいですか？
いった1、2、3、ジャンプ。せーの、ザ親子さん、明日もハッピーに。川崎でした。ありがとうございました。今日のヒーロー山田選手と川崎選手でした。